よく寝たわ。ん？よくわからん昔の映画に心地いい低音、そして絶妙なシートの硬さに暗い空間、睡眠不足解消にはもってこいだね。だな。大学の授業休校になったらまた来るわ。映画の内容は全然覚えてないけど。あ、それは俺も。名画さん。つうことは昔の映画を上映してる映画館か。はあ、うちは安眠施設じゃないってのに失礼しちゃうよ。ほんと名作なのにな。あ、お兄さん、よければ映画見ていきませんか。時代を彩った数々の名作映画を上映していますよ。え？ああ、いや、暗い中で小難しい映画とか見てると俺も眠くなっちまうんだよな。そうなったらなんか申し訳ないっつうか。大丈夫ですよ。古い映画イコール難しい映画ということはありません。 SF や恋愛、サスペンスなど馴染みやすいジャンルの映画だって数多くあるんです。最新の映画に負けずとも劣らないくらいの迫力や手に汗握るシーンの数々がたくさんあります。へえ。CG がない時代の映画なんて本当にセットを大爆発させたりしているので迫力の質も違うんです。それが逆に新鮮っていうか、そんな感覚がきっとあなたを成長させてくれますよ。ああ、そういうもんか。それにしてもあんた本当に映画が好きなんだな。目がキラキラしてるぜ。まあ仮にも名画座の支配人ですからね。今この多様化した時代を生きる人たちに昔の名作映画に触れてもらって少しでも感動を与えられたらと思うんです。忘れられた名作ってちょっと寂しいじゃないですか。エンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが、時々はそんな映画を思い出してもらいたいんです。なるほど。それでこの名画座ってわけか。はい。この海猫座は老若男女それぞれが感動を体験できる場であってほしいんです。まあ中には眠ってしまわれる人もいますが。そうだ、せっかくの機会ですし、ぜひお客さんも見ていってくださいよ。初めてのようですし、初回はサービスしちゃいますよ。え？いいのか？ええ、まずは海猫座の良さを知っていただきたいんです。それじゃあせっかくだし見ていこうかな。かしこまりました。それではご案内いたします。これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。何度見てもいいんですよね。へえ。ってあんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですから。あ、そう。さあ始まりますよ。上映中の居眠りなんてもってのほかですからね。素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません。私から言わせてもらえば、瞬きすらももったいないですよ。おう、うん、やべえとは言いつつこの空間は妙に居心地が良くてなんだか眠たくなってきちまった。
だがせっかくの支配人の行為を無下にするわけにもいかねえ。寝ちゃダメだ。私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。なんか急に眠気が。寝ちまうかと思ったぜ。よし、寝ずにいられたね。必殺両ギャラクシーエクストリームフランベ。やっぱ映画館って眠くなるわ。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。この味、温かい母さんの味。思い出したぞ、この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。映画って本当にいいもんだな。
ふう、なんとか眠らずに見ることができたな。しかしいい映画だった。映画の良し悪しに古いも新しいもないんだな。ちょっと感動しちまったぜ。この名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな。多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいか。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作って来てみるとするか。今日はありがとうな、支配人。って、お前が寝るんかーい。